バンドリで言えば皆さん何を思い浮かべるでしょうか。やっぱり音ゲーですか、それとも可愛いキャラですか。いいえ、僕はやっぱりバグでしょう。バンドリは初期からバグ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 の宝庫です。今回はですね、新しくまた新しくバグが発見されたので、今回はそちらをやっていきたいと思うんですけども、まあ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 至って簡単です。まあ見てもらった方が早いでしょう。まずこのガチャ画面に開いて、ここに選べるメンバーを確認ってあるじゃん、これを押しますね。この選べるメンバーを確認っていうところから、まあ、そしてまず持ってない星4をなんか選択してください。持ってなければ誰でもいいです。はい、まあまあ僕はね、このリミちゃんを持ってないのでね、まあこのリミちゃんを選択しましょう。まあまあ今の時点、まあ、拡大しかできないです。はい、もう拡大しかできます。もう拡大しかできないです。はい、この時点ではね。だけどまず自分のね、プロフィール画面、ここを開いてください。そしてメインバンド総合力のところ、ここ誰でもいいです、どのキャラでもいいです。2回見て戻る、見て戻るをしましょう。これで完了です。はい、見てください、拡大しかできなかったのが、なんと練習、スキル練習、そしてエピソードが押せるようになっています。はい、と言ってもね、練習を開くとまさかのこの、見てください、セット語、そしてキャラクター名、そしてなんと星が5つありますね。はい、あと99999っていうね、まあ、獲得エクスポイントっていうのもあるんだけど、エクスポイントなのか、これなんだろう、気にしてなかったけど、EXP ってなんぞや全然気にしたことなかった。 EXP って何見て、窃盗語って言うんだね。この牛込りみちゃんでいう流行る気持ちって、窃盗語って言うんだ、初めて知った俺。でね、ここではね、実は何も押せないんですよ。うん、押してもやっぱりね、何も反応しないで、決定もできないし、リセットも何もできない。ただただレベルが40から40の、これはマックスにもなってるにもかかわらず、この下の獲得 EXP がね、まあ99999っていうね、まあ謎のところである。そしてスキル練習はですね、またこれも謎なんですよね。ほら見てください、このスキルレベル40、インフレ加速しすぎや、それは。そしてよくわかんない。ちなみにね、チケットね、使いそれね、使えないんだこれ。ここだけできる、ここだけ。でも実は意外とね、だってマックスになってんのかな、これトリプルがさ、これ全部使えないんだよね。リセット、あ、できたね。あ、ここでは100枚しか使えない。よくわかんないこれおすすめはね、できないんだよね。はい、ちなみにね、ちょっと文字を枠ってるけど、これスキル練習チケットを所持してませんって書いてあるんだね。はい、というわけでね、何も使えないんですよここは。そして目玉なんですけども、エピソード、ここ開いてください。ここを開放するとデータが不正ですって出ます。はい、そしてタイトルに戻っちゃいます。バイバーイっていうのが一連の流れですね。クラフトエッグ、クラフトエッグ、はい、バンドリー、ガールズバンドリー、かっこいいな、何度見ても、何度見てもかっこいいなはい、ということで、持ってるキャラを選ぶとどうなるかっていうと、まあ簡単に説明すると、まあここではもう拡大しかできないんですけど、まあここはもう本当に何でもいいです。はい、持ってるキャラを選択すると拡大しかできなかったのが、なんかほら、自分のちゃんと持ってるから、こうやって全部マックスになっちゃうんですよね。はい、自分のあれになってしまうんですよ。まあここでもね、当然、あ、でもここらあれだね、できないねこれ。まあまあでもそうだね、あ、これは読めるんだ読めるんだね、データが不正じゃないからね。で、ほら、拡大しかできないリサネーも、確かね、既存のキャラ持ってたら、なんかこの練習の時開いた時にクラタマシロになるはずなんだよね。うん、なるよね。だからよくわかんない、リサネーがこれ練習するとクラタマシロになってるっていうね、この謎のね謎のあれがあるんですけども、はい、もう一丁持ってる星なんでやってみるかと、やってみるかね。はいはい、武士道ほいと。うん、あ、やっぱりそうだね。あ、でもこれ練習チケットできるのか、へえ、ここでできるんだね。まあということでね、まあ簡単なバグの紹介でしたと。はいこれね、需要あるって言われたら正直言ってないです。